エドウィン・オーランド・ディアス・ラボイは、プエルトリコのナグアボ出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のニューヨーク・メッツ所属。愛称はシュガー。シアトル・マリナーズ時代2012年の MLB ドラフト3巡目で、シアトル・マリナーズから指名され、プロ入り。2014年は、A 級、クリントン・ランバー・キングスで24試合116.1イニングを投げて、 防御率3.33、6勝8敗、ホイップ1.19の成績を記録した。2015年は、A 級ベーカーズフィールドブレイズで7試合37.0回で、防御率1.70、脱三振42ホイップ0.81、A 級では20試合104.1イニングで、防御率4.57、脱三振103ホイップ1.33の成績を記録。 2016年6月4日にメジャー初昇格を果たした。6月7日、クリーブランド・インディアンス戦でリリーフ登板し、メジャーデビューを果たした。8月2日、ボストン・レッドソックス戦でスティーブ・シシェックに代わり、クローザーを務め、初セーブを記録した。以後も継続的にクローザーで起用され、最終的には49試合に登板して、 防御率2.794倍18セーブという高成績をマーク。また、51.2イニングで88奪三振、奪三振率15.3という凄まじいペースで三振を奪った。これらの活躍ぶりが評価され、ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では5位にランクインした。2017年開幕前の2月8日に第4回、WBC のプエルトリコ代表に選出された。 3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に敗戦し、2大会連続で準優勝となった。同年は開幕からクローザーを務め、66試合で4勝6敗34セーブ、防御率3.27という成績だった。2018年は守護神として防御率1.96、リーグ最多の57セーブを挙げ、最多セーブ投手のタイトルを獲得した。 2018年12月1日に2対5の大型トレードが成立し、ヘルソン、バウティスタ、ジェイブルース、ジャレット・ケレニック、アンソニー・スーザック、ジャスティン・ラントのトレードで、ロビンソン・カノと共に、ニューヨーク・メッツへ移籍した。スリークォーターから、最速101.5マイルパワー、平均97マイルパーワーの速球と、平均87マイルパーワーの縦のスライダーを使用する。 スライダーの空振り率は34%と高く、脱三振を量産する。ありがとうございます。